今日の聖書の言葉ですガラテヤ人への手紙5章の16節新約聖書にこのような言葉があります私は言います見たまによって歩みなさいそうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません私たちの持つ欲求欲望これらなかなかコントロールが難しいものです 特に現代のような情報社会の中で生きる私たちにはあまりにもたくさんの誘惑が存在しているのではないでしょうか。テレビのコマーシャルとかインターネット上の広告そういうようなもので私たちはついつい踊らされて不必要なものにまで手を出しているのではないか。そんな 自分の姿にはっと驚くようなそんな経験をされた方も少なくないのではないかと思います。えー、ブッダはこの欲望を火にた,たとえてこの心の中にある火を吹き消すことが悟りを開くことによってできるという具合に説いたんです。物に執着することから離れようと教えたわけです。しかし 現実問題私たちにはそれができるでしょうかイエス・キリストはその教えの中で私たちの心の中から欲望は生まれ静止が効かないので努力や心がけではコントロールできないと教えられたんですね。これが私たち人間の現実の姿です。聖書は尽きることのない こののの欲望からの解放の道を示しててくれています今日の言葉に「御霊によって歩みなさい」とありますがこれは神様の助けを受けて生きることを進めているわけです。心の中にある私たちの欲求や欲望は手のつけられないほどの力を持っているそういう存在です。しかしか これをコントロールしてくださる方がおられるのです私たちを創造してくださったまことの神様はこの欲望をコントロールする力を与えてくださいます私たちが自分の弱さを認めて神様に頼るときに必ず助けを神様は私たち一人一人に与えてくださいます 見た目によってなさい。そうすれば肉の欲求を満たすことは決してありません。